桂春ラハは、1951年に発表、1962年に刊行された、長谷川公園による日本の小説である。実在の落語家、初代、桂春ラハを題材としている。同作を原作として、1951年に、小竹新喜劇により、舞台化、また1956年に、世にも、面白い男の一生、桂春ラハ 1965年に色ごとし春男児として映画化されている。小説、桂春男児の書出は、1951年12月のオール読み物昭和26年12月号である。翌1952年4月の第26回、直木賞にノミネートされたが、賞は逃した。単行本は大幅に加筆されて、1962年に、 角川書店から刊行された。小畜新喜劇により感ただしの脚色で舞台化され、1951年に、上演された。また藤田誠の主演により、何は恋しぐれ、桂ツラハルダンの題名で複数回演じられている。世にも、面白い男の一生、桂春男ハルダンジは、1956年、宝塚映画制作、東宝配給、 長谷川公園の小説、桂春男児を原作とした木村敬吾監督による日本の長編劇映画である。この映画で初代春男児に注目が集まったことが、当時の二代目、桂福団治に三代目、桂春男児を襲名させる背景の一つになった。また四代目、桂福団治や二代目、桂春長は、この映画がきっかけで話しかを志している。 色ごとし春男子は、1965年、東映制作、配給、長谷川公園の小説、桂春男児を原作とした、藤山博美主演、牧野正弘監督による日本の長編劇映画である。1965年4月に、東映喜劇路線を打ち出した、当時の岡田茂東映京都撮影所所長が、その第一弾として、本作を企画した。 第2弾が、鈴木即文の監督のデビュー作、大阪の根性物語え偉いやつ。世にも、面白い男の一生、桂春男児に関するカテゴリー、色ごとし春男児に関するカテゴリー。ありがとうございます。